はい、皆さんこんにちは、リンチーです。ですね、今ね、地下鉄の中で、地下鉄って言っても上海の地下鉄なんですけども、地下鉄に乗った状態で、このサーフェスの何ですか、サーフェスプロ LTE アドバンスドの、LTE がどのぐらい使えるか今試しています。今ね、これ電波見えますか皆さん。3本ぐらい立ってますね。はい、今地下鉄の中です。地下鉄の中って言ってもね、いろいろ深さあると思うんで、とりあえずね、ヤフー開いてみました。ヤフーを開いて、ネットブラウジングしていきます。はい、これ横にした方がいいかな、横の方が見やすいですかね皆さん。はい、こんな感じで、はい、普通に文字いけます。文字情報、文字ニュース普通にいけてます。はい、はい、適当に開けていきます。はい、点字ブロック、弱視者の安全、景観と両立、東大グループ。はい、はい、次にですね、YouTube 行ってみますね。はい、YouTube が、上海の地下鉄の中で開けるか、上海の地下鉄で開けたらね、まず確実に日本でも開けると思うんで、はい、それでは、はい、サーフェスの絵描きについて。はい、こんな早く開きました、すごい早いです。確認、P が何になってるか確認しますね。あ、全然問題なくつながってますね。ここ分かりますか、皆さん見えますか、自動 480p でつながってますね。自動でそのぐらいの速度に行くっていうところまで来てますね。一応ね、これね、LTE の速度と使用している BPN の速度も関わってきます。でもね、やっぱりね、中国はね、一応ね、YouTube はブロックされてて、BPN など見たら簡単に、見れます。はい、はい、なんか適当に別な動画開いてみますね。何開こうかな、何ですかね、なんか確実に動画になってるやつがいいんですよね。はい、はい、よっ、こちらの動画開きました。はい、広告スキップします。あ、もういきなり始まってますね。基本的には固まってないです。はい、基本的に固まってないので結構安定していけてると思います。はい、そんな感じでね、中国上海の地下鉄の中におけるサーフェスプロ LTE アドバンスドの、使用報告でした。はい、せっかく地下鉄乗ってね、仕事現場に向かっているので、こういうことやってみました。はい、それではまた。